五所川原市立中央小学校は青森県五所川原市松島町にある公立小学校。児童数は男子158人、女子167人、全校325人。うち普通学級は12学級、特別支援学校2学級。五所川原市の中心部から少し東にある住宅地松島町にある小学校である。隣接して、 五所川原市立五所川原第一中学校がある。松島町、一つ谷、カラス森の一部、石岡あざ藤巻の一部、漆川あざ袖掛りの一部、吹旗あざ藤巻の一部。なお、部活動の加入は希望制で4年生からではあるが、野球部は部員不足のため1年生からでも活動可能。ほとんどの児童が学区内の五所川原市立五所川原第一中学校に、 進学する。中央小学校放課後児童クラブ A、中央小学校放課後児童クラブ B 本校の清掃は、縦割り班清掃で、現在は25班までの班で行っている。また、2018年度からは、道徳や外国語授業などの影響により、授業日数が増え、日課表が多少変更された。a b ギャカム五所川原市立中央小学校五所川原市。 耐震回収促進計画五所川原市立中央小学校タイムカプセル掘り起こし祭り五所川原市立中央小学校ありがとうございます